するかなさ、肌がなさがなさ、年かさびかさびちむぬかなさ、ちむがなさらや、海かなさらや。はい、最後数よ、ふたんりんねみそらんな、しまくとばエンターテインメント。7月5日旧暦うとうて6月の2日火曜日午後4時、チムガナサしまくとばニュースの時間、ナトイビン。パーソナリティやワンネ岸本タルガーニート中村のよっちゃんばあちゃんシュークイサビン。はい、そして、はい、北間中古エビン。はい、中夜みっちゃいし番組を続きさなやんでチームトイビークトゥグスヨユタサルグトゥウニゲーサビラ。はい、ユタサルグトゥウニゲーサビラ。はい、ウニゲーサビラ。はい、それでは番組のご紹介と、そして日頃からお世話になっておりますスポンサーさんの ご紹介いたします。はい、この番組は au ショップネーブル嘉手納店茶炭美浜店、株式会社メガネトゥーアンハエバル店、医療法人市政会デイサービスセンター諸見の里かかず委員、笑いの絶えない人生をあなたに、へんとな歯科医院、美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア、くわえ皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子、有限会社金城自動車整備工場の提供、 FM ギノワン茶炭町文化協会島クトゥバブ青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、うつるきさびん。はい、よっちゃんばちゃん、はい、番組のご紹介、ゆたさるぐつうにげえさびら。はい、島クトゥバエンターテインメントし、うちなのうと語り伝承し知る番組やいびん。毎週島言葉かなさするチュンチャーのゲストトーク、島言葉ニュースのコーナー、島言葉紙芝居のコーナーなどなど、この内容を修復いさみ、またインターネット父見せる方、またうちなびけやアイビラカーマ外国訓会面せるうちなかなさしみせるぐすう4回、この番組海かけることないびん、また父を食べ見せることないびこと、ぜひこの番組金指父を食べ見そうにうにげさびら。はい、ニフェレビル、よちゃんばちゃん、はい、チャーガンジュやいびが野菜、チャーガンジュよ、チャーガンジュだよ。でもね、暑いあちさのあちさいびんや、あちさのあちさる日が、今月の電気料差が帰るわからんはずです。やいびんや千代さん、はいはい、チャーガンジュやいびが野菜、チャーガンジュやいびんどう。本当、ね、毎日あちさいびんや、ね、はい、元気ではあるけど、チャーあちさんかよ、ないよ、やからんじぶこねえら、うん、家から出たくないほど、うん、本当に暑い季節になりましたね、うん、はい、ティードクワンクワンし、はい、逆にその暑さがまた夏を感じさせる季節でもありますね、うん、いや、はい、じゃあ冬まし冬がいっぺん、もしやいびがやね、冬まし。はい、またこのティーダカンカンの時、海の海もいいですね、ね、海はいいですね、この暑さに、海へ行く暑さなんだ。まあ、5月の朝はるとるわびよ。あっちにならんさま昼間や。はい、そういうあちりて。そうですね、本当に沖縄は特にこの海で、水着で入るともう皮膚が大変になるって言われるぐらい、はい、洋服着て入らないと、うん、おらんちゃんでよくティーラの目からちね、天下者ヒードくんちよ、ゆるないね、熱出るわけ、あ、ヒードくん、うん、これぬやいびがや、ティーラの皮が体なんか抜くとるばって、うん、ゆるないね、発散するば、あ、うん、はい、生アイビーたちがヒードくんでる言葉、うん、アイビーたちがこれはあの日中太陽浴びて、うん、その熱が夜中に、うん、出るわけ、あ、はい、昔はこの熱中症対策、日中この熱射病対策がチャイアイビーとかや、
昔はのがキーノマンリがいたらよ、うん、知らさたんろ、はい、で扇風機狙いせんや涼しかったんですか。クバ王子はしか狙んばって、うん、はい、クバ王子自家製のクバ王子いいですね。クバ山にクバチチチでうさんどくるチチ形がちかさんがさんちやんてん、うん、うち水がしょ水が入れてうしんかいどのやうとてちくといびたが野菜、うんくとのり神社ちこうらんよ、うん、クバ山けちにクバマンどうそうっていいですね。千代さんやチャイアイビタがクバ王子もそうですね、うん、おったんあのやっぱりあのクバ、はい、あのつけいつなんかクバが見通っていると、うん、クバのファンって、うん、それをあの王子がこう作って、はい、それをね牛さんか牛やなかや石牛で、ね、石牛で牛やなかい、はい、何日かしたらねもう綺麗な王子ができておびたん、うん、これしちゃねあのやんちゃやわらね、はい、夜ん人参ねうのくばおじさんのけ、うん、王子よ、はい、寝るまでティーダランティーダルーないからジェシガル、うん、ゆさんでないねゆか雑巾がけするばって、はい、しごりがういけなちや、うん、ゆかひじゅってんごわしよ、うん、はいいやめこえるば、はい、いやひさこともする人しかて生のお話はあのクバ王子はクバの葉で作った扇のことなんですね、うんうんうん、今でいううちわのように、はいはい、うちわよりも涼しかったんでるお話そうですよちちゃびたしがチャイアビタがうち2つあるよ、うん、3つ買ってきたけど、はい、ちっちゃいなぐんぐんかいらちどういうのもたーちゃんあこれもまた手作りで作られたっていうのもいいですね。あ、DJ で作りつけてんのはね。はい。DJ やりてんじゃしがて、なも DJ のくとんだ。余興する場に近たし。老人ホームとか回ったりする時の余興で使われたりっていうのもありましたが、うん、本当にこの生活習慣で使われたこのクバ王子、水で濡らして石牛で、そうそうあの重しを乗せて、そうそうそう、それで乾燥させて最後はハサミで綺麗な形を作って。うんうん使われてたんですね。そしてあの先ほどのお話の中でこの床を水でこう濡らしてやるだけでも涼しいし白樫川中運動ということで久米島のよ、うん、鳥島にいるところで、はい、砂地のワビンカムリアがあるわて、はい、昔よ鳥島から移住しちゃくとシェフからよ、うん、ハーマムルワレやってシェルバーで百坪なムルワレやってし、うん、小さくて暑させや、はい、砂のワビンカと、うん八重森砂のわびくとよ、うん、白いやいらんば白いらんしが暑さくと夏のよ目や、掃除前じゃったせや、うんはい、清掃習慣が、はいはい、掃除前であに、うん、年に2回びきゃったうにねよ昔あそか道具ねせや、うん、炭子とか水やとかあそかねせ、うん、道具もるふかんくんじゃさんによ、うん、もる短くてやまるごと洗いたん家を丸ごと、うん、洗われたんですか。あのわらのよ、うん、わらかしやってんごわなさにて稲ぐんちゃ井戸から水を運ば、うん、息がんちゃうるさにかきねすぐすぐ知ってて、昔ひめすことよ、うん、はやとかすすがつくつ あ、はい、あそこと真っ黒そうくとくるみの落とすから、うん、あんてはもういいかよ、うん、真っ白ごわしてはい。これもあのドゥーヌやニンジュビキアイビラン地域の方々みんなでたくさんの人たちでされたんですか。うん、なあめめにやなあめめそれぞれうん、なあめめどうにやなあくとちゅにやのかしまでしゅうしたんだよあいやいやどうにやあらいにんちゃや丸ごとあらゆるつことや、うん、一日がかりろしなじやくとまたしぶかわらちゅるばよ、はい、これ初めてちっちゃみさんね家を丸ごと洗うっていうのがもう水も女性の方が井戸からあの水を汲んできて男性の方がゴシゴシして水を汲んできてさちゅうどの話しんかエビタしか掃除前っていうのはお掃除周りのことをやエビタ、うんうん、掃除前があったよ、うん、最近が年な年がよ、うん、言っちゃったんけちまであったんろあこれは掃除前っていうのは、うん、地域で清掃されるっていうことですかそうそうあの、うん自分のブロックは回らないで、はい、他の区回るわけさあ他の区の人がまた当てちんところに来るっていうふうで、うんあのはいはい、自分の区だとさ あ, の、はい、あれさ見ぬがらせや、うん、あそこと、うん、他の区のちょっと交代しするわって、うん、じゃあ上がるに行くんでのうちで坂田我慢でてん何時やったんだあっちへ坂があるので
じゃがり肉から4個は、しちゃんかやあせや、はい、あれの豚売りたいすんちよ、はい、またまじゃがのちんちゃすなべんけちゅるばって、これもいっぺていしちゃいびんや、どの地域びけあいびらん、ほかのちゅの地域の方々とのまた、うん、庭の草生やしてないのかなとかさ、うん、お家の周りをきれいに清掃しているか、あれ蚊が発生してや、はい、あのまんまる草かといてもさ、ね、うん、これも呼ばれるわけです、一つの夏に、ね、だから夏が近づくと必ずあるばって、4月頃、蚊から伝染病中性や、今でも結構この各公民館でこういう月に一度の清掃活動だったりですね、うん、地域の活動も今活発的にやってるところも多いですね、はい、さあ中途の中でアイビーたちがあのガジャン昔あれガジャン来るさんでワンのあの母方の方ではこの白い煙をウィーンと回してこういう回る車があったんですけど、ガジャン来るさんで一応私が何かヌーガライビーさんが最近まであったの車からよ、蒸気みたいな煙みたいな出して回るわけさ、はい、あれあのブラックの消毒、蚊殺す、はい、最近やサンナトンや、なかなか見ないですね、やっぱりこの薬っていうこともあって、そうだ、やってるところもあるみたいなんですが、古口にはね、ちょまとしめやんなくんかいまたわらびぬちゅんじゃあ、あの自分やこの煙が出てきたらみんな喜んで走っていったりするわらばもいたみたいでですね、あれ薬どんでぬらりたんでるお話アイビーたんわらちゃんもさしちぶかおいしがおうちゅんじゃやんなくんかい反対にいるさ本当にこれもまた子供心だったりですね、最近はないですが、なかなか見ないですね、はい、あれやった方がいいけどね、はい、あのドブにはほら、やっぱりドブもね、蚊が発生するからにやって、売り巻いてましたよ、はい、昔の今ドブもないさね、はい、下水道しかないさ、はい、流れてるあれは下水道は流れてるさ、ちょっと、でもね、あのマンホールの蓋きさや、はい、あのゴキブリよ、ゴキブリ、うわー、絶対わたんか中止かへくしみられてたって、昔の扉やいっぺんマギサイビータがや、生と比べてチャイアイビーがや、あんすかおらんたちがよ、釜の草んか産んでいたんだ、あー名前はこっちがウフォークアイビーくつ、ウフォーク増えてるんですかね、芝居を歌って言ういせ、やなかあげ薄めたんかい、釜の口の扉なんかに調査って芝居の長銀でよく言ったよ、口喧嘩北村三郎さんなんかよく言ったんですよ、釜の草のやなや扉なんかに調るものやってからさ釜の後ろにいるゴキブリに似てるよっていう表現なんですねはい、今あの夏のお話からですね、昔のこの生活習慣のお話、アイビーたちが昼夜の出会いをトピックし、番組うつづきさなやんりちうむといびんどうさい、はい、はい、出会い、はい、出会いやんかしチャイアイビータがやんりち、後からまたお話をお聞きしたいと思います。ゆたさるぐつうにげえさびら、はい、それでは最初のコーナーや、あんやたんやうちなのコーナーやいびん、古き良きうちなの姿を中村よっちゃんばあちゃんとほかまちおさんより出会いの話がいびこと、ゆたさることうにげえさびら、はい、出会いちゃやいびいたがや、まじえやにんじゅですね、自分のうやんちゃ、そしてあのおばあちゃんたちおじいちゃんたちのとの出会い、ほらこのおじいちゃんおばあちゃんですと出会いでしょうかな、クーサニーからチャイチャイチャイです、ブラックないや、またブラックまたごまさっていくとよ、すぐ早いなちちみぐいなみぐって言ったり、小さかったからすぐ走っていっても、皆さんすぐ近くにいた方々です、はい、あの長田とロゴさんって海岸沿いに、58号線沿いに長田とロゴだから、ね、あれですね、カニ組んでるうちの島の間にカニ食いしがって、あの長浜に出た正式な名前が長浜、長天狗社ハヌシナハマ、呼べたのですか、あっちも飛ぶ、もう飛ぶだよ、もう飛ぶなの、私戸口港から関して何回受けて寝て、戸口港から死ね、すぐタンちゃんにいるが、俺が次すぐカニ食いやね、長浜に山と何人でしょ、長田太郎が浜伝いに、夏にすぐ海から戻るすぐ
누야시아레가우미카이무아레가우미카이유후라미가우미카이야사이오라이니있다리とか아또오후로하이르토키모시바시모우미니이이ですね自然のはいひょっちゃんばちゃん長トットログハンに売れぬやいびがや細長いということあ細長いということ、うん、トットローだけではよく聞くんですけれどもそういう意味もトットロービケジいいねチブルトットローな純文ねえらんしんけたいらトットローごはやえってけど長トット長いが入ったら長い細長いあ細長いっていうの長トットローごはん長トットローごはそれしまんって言いたいよはい、トトロ側がウィビータがやんでちむとウィビータしまグブリーやいでおかとやるトトロ側近いでるのらに、ねはい、日本語にするとなんて言いますかねトトロっていうのはちょっとなんていうかな鈍いかな少し鈍い少し鈍い少し鈍いトロイトロイっていう表現なんですね、うんはい、気をつけて使いますはいじゃあこの自然のこのカネクというところの方でこういった海ではこの野菜を洗ったりも洗ったりと、うん、あのや、うん、塩流れ石や、うん、あんた湯山にから野菜あれが人よ、うん、むしゃむるすじ流れて作ってて、うん、きれいわけあ、うん、はい、うん、またこの海岸沿いでこの貝のお話もこの間ありましたけれども、うん、お尻フリフリしながら貝を今考えるとよ、ね、ウニもいっぱいいたんだね、うん、でもさウニウニお食べるウニよ、はい、真っ黒してするトゲがあることはね、はい、うとるさしとらんたしがて、はい、私じゃまたしぐ海とって親にはしょくちんかペラミケチタムタンやちゅうち、はい、ウニも近くにたくさんいらっしゃるあれゆごはぬんかちみねて、うん、魚捕まえてわたがさちゃん海とってしぐゆすじゃんくちんかしゅうぽと、はい、その場で食べよってすぐさばいてすぐごま湯ごあったよ、はい、私もとこんなことしないお上品にやんけちちゃんと日いやちるかもABC が本当に最初にチャタンの方でですねよっちゃんばあちゃん刺身屋をされたということでですね刺身屋やったよ安部心理屋に父ちゃんが唯一一上自衛隊安部心理師やの安部氏安部氏に四角を貼ったものかな四角を窪を立ててこの塩網で貼って、うん、塩を引いた時にやって、はいはい、で次の道塩に魚が入るわけ、はいはいはい、でその次の式塩に行って取るわけよ入り赤の身になっていったの津波の浜よちっちゃとか言うた安部氏っていうのはこの網を仕掛けて、うんうん、それで魚を取る、うん、また平な平たいてはい、部屋なっていうのは長い綱によ、うん、何本もこう糸を出して そこにたくさんのあのあれ、うん、部屋なミミジャーといって海のミミズ、はい、太くて真っ白くて太くてあれ引っ掛けてからに100本ぐらい、ね、100本ぐらい枝出すわけさ、うん、それでずっと入るわけよ、はいうん、あ普段それたまんのちゃうよ、うんはい、マクサルイオに神谷によ、うん、打てちたんすなびのブラックから、うん、打ってくまくわったどんなったやの、うん、命日いうおかずまえる、うん、またこの取るのも大量に取るわけではなくて必要な分だけ取ってっていうのがまたうん、なんか魚は釣れるだけだ、うんはい、あんまり小さい魚取らないよね、はい、あ小さい魚は逃がしてもうアンブシアメリカこうで取ることよって、うん、足どく取ることよ、うんはい、あの刺身やすあ、うんうん、昔はもう刺身で食べるというよりもどちらかというともうこの火を通して食べるっていうのが主流やいびいたがや、うんあのいや刺身はよく食べよってよ、うん、カツオの刺身なんかはあ、うん、はい、どちらか魚よ大体蒸しよったねなんか、うん、蒸してブスン、うん、蒸してからよ、うんはい、ちょっとまた保存しておくのはさまた火で焼いて、はい、あんしからバーキンク行って下げてて天井から、うんはい、あ天井からバーキンクさつる下がれてるかい、はい、それに言ってさほら猫とかネズミが食べない食べられないように、うん、これ詐欺状器でかけたりとかそうそう詐欺状器か蓋があるさかけて、うん、蓋ばきっていうのがあったさ、はい、あれに入れて下げといてそれで海のが湿気で出ように出られない時とか魚もらえないから、はいうん、そんな時にまた食べるあ保存食でもあったんですねそうそう、はい、保存食うん保存食用地区って一番の用途はサバサメよあサメ
サメを捨てるところがない、はい、全部食べられる、うん、皮だけ捨てるのは、うん、皮も解体してから、うん、あの肉はさあのスティック状に切って、はい、天日に干して、うん、保存して、はい、それからヒレがあるさ、フカヒレ、うん、はい、あんなにはフカヒレにてでだからもうちわからんばって古いあのワービンカイツクムルナルイタイゴガンのガジマルのキーワービンカイツアミカジンカイサラサラバ半年ぐらい投げておいてただ、はい、で乾燥したら乾燥しにあの魚の青臭みがみんななくなるわけ、うん、そうしたら保存して冬に何にもない時に、はい、七味ねまたよ、はい、同じ売りまた煮付けして、はい、ピナチッチよ、うん、フカヒレだよ、うん、今ったデータ返しや高いですよね、うん、足データ返し万ばてな、いちゃんだって言ってちょうこと私煮付けして食べよったよ、うん、それからウニよ、はい、ウニは大量に取ってくるからさ、うん、天ぷらウニの天ぷら、うん、ウニでかき揚げやってさ食べよった、こっちエビ、あの、うん、ね、私が生で食べるのが綺麗だったわけ、はい、あそこで天ぷらやってたんや、生入りや贅沢よね今高くて食べやいびや、ウニもこの足かまさむんでもあんろウニ千葉さんや茶やいびだから昔の食事ですね。私も、うん、ワッタもあの海とはちょっとあのなんていうかな、はい、ワッタへ農業やいびってこと、うん、海に中流やいびなんかと、はい、やっぱり魚でね炊いたものしか食べなかったです。だからね二十歳になって初めて刺身んでし、はい、自投し食べきれなかったですよ、はい、うん、昔んちょ刺身あんまかまんたらでさ、はい、私それ戦後だよ、はい、砂瓶けちょく砂瓶にちゅんちょ刺身かまんばって、はい、マグロよ、はい、チャーシューがかりしむろうからマグロ言いたくてや神道をから知ってたのに、あ草木んかいマグロの切り身食べ方わからないので処分された、うん、今でも刺身、うん、マグロの刺身食べない人いっぱいいるよ、旅行に行く時よ、はい、うん、ごとろちゅうすわんこいねこっちっせ、うん、まあこの刺身かまんくてこれはまたあの文化なんですね。この昔この食べる習慣、うん、生物というよりも火を通して食べる習慣が、はい、うん、あったということで、うん、はい、まず生で食べるにしがよ、うん、考えられる。また海国に行くとよ、うん、はい、生さにかもしれんな、うん、刺身美味しいって感じ、はい、うん、刺身また豪華で、あれだよすぐ一本丸切るソースはね、うん、チャーソガンにねとかデーコンとかなんか野菜があったらさこれ入れてよ味噌さあえて、うん、味噌で、はい、しくしくはさしぶてってやしぶてってすぐカツオの刺身でよ、はい、いいですね。シークワーサーを絞って、ね、今はね、うん、味付けされてサラのみなんな相手がちゃん笑っちゃうしも、うん、サラのみなしも毎日ごちそうだもんね。毎日足を指切りかりくるいとさ、うん、肉やな生姜ちびけかまりしがて、うん、魚はもう毎日魚で一日もらった、はい、ゆういあんごわたやちゃやいびたかやよくどちらに買いに行く。私ね、はい、言うた、まあ、わらびれくさんたちが、うん、あの有名な天竺久美島県寺からの、うん、言う大使、はい、私とやんちゃく一社こわち一社自分の一社こわちとイカを、うん、またこれ売りに行ったり、うん、イカの刺身は結構夏は食べる。あ、はい、イカの刺身よ、うん、あんちゅんちゃちくよがあるわて、うん、川はじゃねよ、うん、海じゃれっちゅるわかんない。川を剥いで海で洗って川剥いで、うんうん、であの胴体だけ、うん、ティーとか前またよなおつに入れたり煮付けしたりしてたかもしれない、うん、胴体見てよ細くイカそうめんにやね、うん、そうめんのこと細くちやねや、はい、シークワーサーしぶって言ってよ、うん、もんで洗って泡がいっぱい出るわけ、うん、はい、俺がこうあまた洗ってまたシークワーサーって嬉しい、はい、だけんべき繰り返しよ、うん、最後にシークワーサーしぶって味噌いってて、はい、足りて、はい、なしこさらにみっちゃかな、うん、イカ刺身、はい、はあ、白イカですか、うん、普通のトビイチャー、あトビイチャー、それでまた夜はちょっと天日の干したってのスルメ、はい、またあの牛イチ夜はまた並びて、はい、
ちびらさゆりまたなーちゃんまたふーちぇしスルメチクイタイム、いろんなこの食事の豊富にあってこう自分たちでまた作られて、自分たちで保存食をまた作業やったりですね、すごいですね、勉強なるねトルコーサイニからソーテクトおーすごい、はい、またあのクネダウハナシャイビタシがターロンシムターロンターロシムあの芋もすごく美味しかったって他の地域でもおっしゃってましたね。タロ芋タロタロシムタロシムタムアランゴトナ、あの二期作あのタイヤシマするために、カンダウイシェもううにあげやにを短くと水田へしやかもおまきくなうにあげやにもううるばてそのもうやはらさんよやっぱりタンボンケなタンボンケタイヤシマすんでやにはいはいはい足やらさくてよ、釜の草んかんかしゃまじろって言ってひいめっせいや、乾燥させてよ、はい、乾燥しみやにて、うりにね、ピリピリし、しくさあたるごと甘くない、あ甘みが増すんですね、甘みが増す、ターローしむに、ターローしむ、田んぼのターで、はい、これも知恵ですね、お客さんがちぬる、にいたんろ、はい、お客さん用で、うん、ほんでね、あの手の食いはかもろばって普段めったに食べられなかった、重宝だった、はい、うちゃくがめんしえくとうぬとちにまたいただくことがしたんですね、やにんちゅんかまってんて、ちゃくのめんしえねぬぐらごや、はい、せくるざたいてめったになみららんばって、うん、おしゃくのちんめんしえね、はい、んじゃちゅうさげる、それほど本当に他の人たちにこの歓迎する心っていうのはまた違いますね、あそことんちゃう近所さんねや、請求さりせわかるや茶うき、お茶とこの三品のお茶の汁茶なるまで生でお茶うきのサタンねんさ三品のお茶かえがえかわりが出てきて汁もつぶすあれだけど、はい、お茶菓子が出てこなかったって言ってお茶菓子ちょうだいって言えないから歌で言って優雅じゃないねえ素晴らしいですお茶の色が変わるまでちょっと お菓子は出てこなかったわけなんですね、それほどずっともお茶時々公民館を取ってよお茶だけで何もない時があるわけで公民館よ、うん、三品のお茶の汁茶なのまで生でお茶くあみごあんねんしがって言ったらさあ優雅、優雅であり本当にユーモアなこういう、言葉、ね、情がある言葉昔ちょうどあの、書くもの年金って人物のまんの心が豊かいこれだけね、これだけ豊かいてる場合、はい、またこのお茶のお話なんですが、あのチュチャワンジャヤナムルンハラスンドンデルクトバン、あのクネのチュチャビーたちが一般、一杯のお茶は出て飲むなって、はい、昔から、ああはい、この教訓や茶やイビがやこれはね、あの一杯のお茶飲んで進めるわけ必ずね、はい、二杯飲んだ、この人は何の逃れたって、はい、一杯だけのお茶を飲んでいた人は、一足先に行って、まじ何あたとるわって、で2杯飲んで、はい、後から行った人は何を残れて、これからちゃうんですよ、これ本当にあるよ、はい、ちょうど知ってる人だけどさ、うん、隣のうちに夕方来たんだって旦那と2人で、それだから旦那はさこっちでお茶出したからね、でも茶一丁せい茶塗りから行け行けと、で旦那さんはあ時間し茶飲みにいれば茶塗りから行かないんじ、台所に上がったんだって、奥さんの上がらないで、へくなへくなって言って、ただ一杯でお茶を飲んで、先になったって、慌てて出て行ったわけなんですね、旦那は2杯は飲んだって、二人で車で行ったけど、今じゃ上がるか国体どこか降りてくるでしょ、宮城の方にサンサルになってさ、あっちで金なんか走ってきて車にバーンって行った、奥さんも一回に向け入院しとったの、あそことチャースミ、やったったわの塗りから一気にしんちょに一心近くて、エネガージュやって言ってた、このお茶をもう一杯飲むほど余裕を持っていきなさいっていう教訓なんですね、大切な教訓ですね、大事な教訓だよこれ、本当に昔の人、本当に不思議なことにですね、この教訓があるようにどこの、
お家とかですね、うん、あのお店、そして老人ホームとか行っても、はい、あの年配の方はお茶を出してくださるんですよ、はい、チャーヌディキヨヤということで、お菓子もですね、たくさんわしづかみに持ってきてくださって、カメカメでですね昔のおばあたちはカメカメおばあだよ、本当にね不思議なことにまたカバンに飴玉とかも入ってるんですよね。必ず入ってるよ。おばあたちのハンドバッグはさ、飴玉と喉飴が必ず入ってる。これで私たちの生徒のですね、挨拶したら飴玉もらったとかですね、うん、あんたお利口だねっていうことですごい飴玉もいただいたよっていう、うん、こういった本当知らない人でも、知らない人ではなくて、うん、本当にイチャリバチョーデーのこの心が、うん、ああ大切だなっていうのを学んでましたね。私たちもなんか、うん、あるよ、例えば劇場なんかに行くとき必ず喉飴持ってるよ。 あれね、はい、ちょっと咳が出そうだねって言ったの、うん、はい、あいたとかやっぱり空気がちょっと悪いでしょ、うん、咳が出てる時、はい、喉飴口に入れといたら咳出ないからさ、はい、実は私また大好物のお菓子があるんですけれども、うん、千代さんの家に行くと必ず出てくるんですが、出てくる、サーターアンダギーですね。サーターアンダギーじゃあいつも焼いてるんだ。言ってます。私できるのこれだけしかない。で何もできないけど、まあ、サーターアンダギーです。みんなが褒めてくれます。三月ごわしよ、そっちを作っていったわけ、うん、うちはうちはいっぱい作らないと、2キロごろ作らないと配給できないわけよ、はい、俺3年の短期、長男高い、まあ、3回1回また次女が甘く行くと、また甘くインディアンに、うん、はい、でどうのもんちのくっせや、うん、ひたたかやかねな、最近の冬しやつかやかなあっちから取材に来るときだけ、うん、やくさ、あこのサータンだけのコツはアイビーがや、この味がまた違う種類を作られたりも、人それぞれによって違うよね。うん。読みたんからチュルチョやん、はい。バナナからヌーからチリ、4種類ぐらいいろんなの入れて作ってくるけどさ。はい。うん。千代さんはチャイアイビーがや。あんまり好きかな、うん。私はもう簡単ですよ。はい、私ね、最初から作れないんですよ。うん、あれ買ってるの。サーターアンダギーの粉がアイビシェや。はい。あれ買ってって、うん、なぜかったらもうサーターアンダギー最初から作れない、3回失敗して、うん、1回は真っ黒になってね、はい、で2回目は火の加減だよ、だから それが分からなくて、あ1回はぬん違いぬん違い分からんことになんか、また1回は行った後油の中で全部溶けちゃったんですよあれ、うん、なんでかな、砂糖が多いから、ふくらし粉が多いか、そう、あ量によってもまた全然違う。3回失敗したもんだから。大体よ、メリケン粉1キロ煮て、はい、砂糖よ、500グラムにして、500グラムいきなさるば、うん、アホさんよ、うん、600グラム入れてよ、うん、私の今の作り方よ、はいはい、バター大さじ1杯、うん、サラダ油大さじ1杯、はい、ピーナッツバター大さじ1杯、はい、これだけ入れて、ふくらし粉がよ、15グラム、卵はよ、M だったら10個、うん、L だったら8個、うん、はい、だけ、それでね、必ず1時間ぐらい置く、こねてから、はい、必ず置く、これも肝心だよ、うん、置いておくっていうの、最初から餅なんかもさ、はい、一晩置く餅はこねてから、うん、七尾に餅つくし、はい、一晩置く餅は必ず、そして粘りがついて美味しい餅ができる、今のグラムのお話、アイビーたちが、昔はミージョールーアイビーたがや、昔は私田舎のやがチャーサーたってバチクイたちが、ね、わらびでくとわからん、ちゃさげてたら、はいはいはい、感覚なんですよね、うん、昔見て、生みたいに 何が何グラムとかではなくて、ないよ感覚で聞くといいたがや、みんなミージョールミージョールミージョールね、もう目でずっと、はい、作りながらまた味見しながら調整されるわけなんですね。すごいですね。ないよね。うんじゃすごい。なんですごくないよ。もう何でもお勉強になる。そんなことないよ。みんなよく作る。はい。お話も土井ビーシが今、サータンダギーのお話もですね、うん、こうやっていろんな方々との出会いを通して、こういう食事、ティー&アンディーアビーがや、本当に各家庭によって味が違うこの良さ、いいですよね。はいはい、うん。また出会いのお話委員会も DB 氏がや、よっちゃんばあちゃんすごく尊敬された
おばあちゃんのお話、ハンシーにいやびいたがや、はい、ハンシーって呼ばれてましたでしょうか。ハンシーって言ってね、ヤマトナはね、はい、鶴子だったのか、母が藤子だったか、うん、鶴子やったのか、ハンシー、ハンシー、うん、私なこのやホルンゴマサイルンクルサツが、私ハンシーでいると昔んちに比べて背も高くてよ、うん、細表でや色が白くてとっても上品、ずっと昔おしゃれだった、はい、チャイをチンゴ遊びで全く小さになりって、うん、にごいってよ、うん、昔は2枚板があった、こんな大きな板が、はい、これにこう今のアイロンがないから掃除機して伸ばすわけ、綺麗に半開き、あの糊でさね、半乾けた時にこうやって伸ばして、押してでまた干して、でこねて3回ぐらい、しようってこれずっとこうやって見てたわけさ、うちの阪神清潔でいつも綺麗にしてるね、うん、だから東北海に行く時に母が、うん、あの血の角ごわちしょうし、清潔で塗りつけてつけてるから、うん、で角の立ち落ちから豆腐やコーンどうで教えよったわけ、はい、あそこでバキバクさんかかっこさんにて関心湯山里内ね豆腐やマンドルバーて湯山里豆腐にやに、うんあそこしんちあっちゅるばてあそこちんごわの角たちえ、うん、ガージャとうち九州を言うからガージャのねえねえよ豆腐こうてけうんじょうやちんごわの角たっちょうびらもんのこうだねえ、一体なぐんごのちねえやもたはじかかさってやうれやあさよちんのすりんちのもん豆腐こいんごやもんわらびやゆくしのとちやいびいたがやもう 2,3 年生ぐらいからもう一番に8歳9歳ぐらいですね、うん、9歳にからやるさりたいな、でもこのだから、うん、あの祖母がいつもこんなに綺麗してるので、うん、やっぱりあのウリンチョウってがいらんからんしがよあっちのすりばのぐそうしりぴちゃりばんばそんちむと、はい、またいなごのやなしならしたらばって、うん、豆腐あらてかまらんこと、うん豆腐あるてかまらんし、うんはい、あそこと清潔に作ってる人が、うん、やっぱりチンゴアンスで縫い具合って立派にそうして、はい、やっぱり台所に立派にそうこと、うん、そうちゅうからこう、うん、実際とかが教えられる、はいうんうん、これでも本当に豆腐売りのお話だけでなくて日頃から私たち自身もこういう清潔、うん、そうそうあの周りをきれいにするっていう、うん、こういう心大切にしないといけないなってそう感じますね、うん、本当にこの着物一つのあのぬ大和口へぬんちやびが着物の角が立ってる人ほど清潔だからその人から豆腐を買いなさいよっていうような先ほど の,、うん、あの笑い話でもありましたけど勉強になりますね昔言ってさねすごいわあれチャーチンの角があんたちって日本語はソンローやってたよ、うん、素晴らしいですね千代さんや昔からこの出会ってあのすごくあの影響された方々にいらっしゃいましたでしょうか千代さんの中でですね、いや 私はですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか知らないんですよ私がもう生まれる頃からちょっと亡くなって、うん、だからおばあちゃんとかちょっと全然わからない、うんはい、だから私は今日ね、うん、今の仲間さんから、はい、うんじからうんじのお話とっても面白いあそういう先輩のお方 の,、うんうん、あの先座の話が聞けてとっても勉強になります、うんうん、あうちの半潮の泳ぎも上手でね CBC を、はいはい、冬あのなんて言われて11日うふそない寝て、うん、当時いじゃいしよまさみからのんくつって言った、うん、あ泳いで、うん、また稲子のやこんなの全然できなかったけどさ、はい、い泳ぎ泳ぐうちの母おじいちゃん61か、うん、43の時だったから、うん、今の飼育がし、うん、瀬底、はい、瀬底、はい、私今大橋が立ってるさ、はいはい、名橋年代よ、うん、先生様にわし渡ったるわ、うんはいはい、終戦当時よ3月3日メンディアのおたファブジーや、うん、あのクルザタコがジャムが渡ってんじゃればって飼育んかい経理によサバニクワカ抜いて経理に、うん、アメリカの州廷がアメリカとあのエンジマンカイ中トンソーって、うん、あんまから
あれ終点や終点関心迷惑しか来ないと立ち上げたせや、うん、先生にしたりすること、うん、マストバカド渡ってお願いとしか来ないとるばって、うん、俺関心したことサバニがちょっと通して民友さん、うん、サバニすぐチンケルちゃってメンバーってたくさんの人が死んだよ。十何名かね、十五六名ぐらい。ワタファフジェよ、うん、あのなあ終戦当時行くと小さい年たこと、うん、どの生きがんごの背広父、うん、こうして背広父、さたこが三月行くと日差しんでしょよ、うん、船ちんけるさたことで海んかしじるよ、はい、さこと浮き上がちたことや、はい、あのこれ真相だったあサバニにしちゃいさやんやん、うん、またもぐやれて、うん、わんきまた顔に出たことよ、はい、で引いてが浮きなぎたんによ、うんうん、シューティーまたケイチちゃんな、はいはいはい、デジなとこにケイチちゃんによ、うん、もう浮きなぎたんによやさことよすぐうんかみがきてすぐういぜんじゃねて浮きて、うん、一番とすいじ一番さちに確かと今のお話は瀬底島からこう、うん、サバニで帰るときに監視してる人にあの勘違いされたんです。見つかって夜、はい、昼だけどさ、あの終点監視わべ上がっててるわよ、はい、ふに、うん、放ててたみたいにして、うん、これはあのなって先生とこうね乗したりないかするとこうつって降ろされ降りてすぐできるようになっとるわって、はい、終点にして、うん、目しかこうなっとるわよ、はい、ドアみたいにして、うんあんた俺が立っちゃくってシャバネグマ臭くてみんならんてるから、うんはい、父こあっちにそのままじゃる、はい、シャバネが見えなくてで、わた、うん、ばあちゃんの73度の石があって、うん、あのやっぱ泳ぎができていたから、うんうん、一度海の底に沈んだだけど、うん、浮き上がってきたら真っ暗しんそうたこと、うん、あシャバネのひっくり返ってシャバネのしちゃいつやんやんまた潜って外に出て、うんあで一番最初に助けられたアメリカンがそことがあったよ、はい、そこ船のチンキリタンどうしてそこのハーモンが生えなって、うん、いんじゃことよ、うん、行った半紙は確か飛んど確か飛んどなんかいるばって、うん、とアメリカがよリトルセビロハデラさんに毛布さんにちちりてに、うん、助けてくれましたったんですね、うん、足よ、うん、すごいタバコかちえたんで、タバコしとくふつふたのふちゆさんしがて、うんうん、ぬがふかちゃくとおんちくちゃくと落ちちわったり、うん、ぬまでうんか上がってからてガタガタ振るとったり、はい、ひいさんあい、はい、うんにからうとるさ、うとるな、うとるち、うん、そうそくてよ、うん、タバコふかちゃくって落ちちゃう、うんうん、あんなして助かってよ、うん、やっぱり泳ぎができたおかげであるあ、うん、16名亡くなったんだ、はい、若者かもからね、はいうん、あまり島と島へ行くとよ、うん、潮の流れに冷やされば、はいはい、深さん愛、はいうん、島と島との間どこでもね、うん、潮 の, あの荒いよ、はい、こう波を、うん、ぶつかってこうやってくるから、うんうん、あ命がけだったわけなんですね、うん、だからよ、うん、祖母との思い出いっぱいある、うんうんはい、じゃあよしちゃんよしちゃんして、うんうん、もう言葉もやはらさぬて、うんうん、よっちゃんばあちゃんこの半死おばあちゃんの背中を見てそして親の背中を見て、うん、始まったよ育ってこられたわけなんですね。まちゃんは育っていくとよ、うん、な町前がちいねてんじぶらこのちゅんちゃんえよしちゃんんじゃちゅうや町前がちゅんのんじふりてくわんでなおんりゃによすぐはやらてて、うんちょっと待ち前がちゃうんでどうん、めたためためんそうりんでどうちゃんは言ってびんどめんそうりよんで振り立ちてちょはいまにゃんけちゃまにゃんけちってもらう振りてやんにしてことってあのブラコのとすんちゃうからんよいく悲しいねよしちゃいよしちゃいよ悲しさ悲しさね、うん、放送がかりみたいな感じじゃあ笑とうたんでニコニコ、うんうん名前ってんちゃう笑っとんねん宮城の口調がて、うん、中村のばあちゃん怒ることってあるのに私だって人間だから怒ることあるよあの口調はあちらにねいつもニコニコどんな、ね、仕事言いつけられてもはいはいってかニコニコやってるのに、うんうんはい、こんな人もういないよ、ねうん、いやでも本当にこう人に元気を与えるこういった姿っていうのは、うん本当に勉強しなきゃ学ばないといけないなってすごく、ね、いっぱいある声びてんぱいさ生おる声なちょっとのから三男にねよあいやんでもいしがってあいよやってあげるよりあれてん
あ、後から後継出世がね、さあ、ちょうどのお話会いびたしが、あの町やぐわのお話とかもですね、あのこの間ちょうどあの半蔵ユースクラブのメンバーと、あの坪屋八千文通りと牧師公設市場回ってきたんですけれども、本当にあの昔ながらの雰囲気でですね、お店の人たちはあの横の顔の見える関係だったり、店同士の会話もあったりですね、あ、店同士みんな仲がいいよ、すごいなっていうのをすごく感じました。町場の中のおばたや、はい、出れる仲良しろ、はい、あ、なんちったや、芝居の話いいからや、たば精神不安げんよ、あの町場のおばたや、もうきざる人口は三宿へ、たんものんじょうとがこうやにむらりんかしむちちょんどと、芝居にじれちや、重箱むちんじゃや、えんかしに芝居したかちえたんど、なよ、ただいかんば、不安な、不安がいるわけな、めめ不安がいるわよや。かんなじゅうさげもむちる。あじるたばさんの茶場とちんちちょんてや。あれ、みんな町場のば。あ、そう。あのあれ、茶場とおばちちょん。茶場とおばちちょん。島人間の茶場とちちょん。すぐわかるさ。きれいな着物を着てる。あ、ちゅうんばって茶場とおばちちょんさ。あれ、上夫へさ。夏や上夫ちちょんせや。ほんとね。周りからすごく好かれていらっしゃった。またね、人間がとってもあの、はい。とも低いんだよね。とっても丁寧、ね、はい、歌もとっても丁寧に歌うしね。うん、はい、ファン多いですよ。歌は丁寧に歌うね。歌の歌い方がすごい。たぶん精神の歌をとって若いしよ、うん、島の人。はい。なかんきよと。なかんきよ。もうあれもいいですね。あとぬえとがや。おしゃれ。はい、あのあれあげるんだ。島上割れとかや。うん、はい、あんまりたくさんがないさ、多分精神さんは幸せレッドとか、ね、千代さんがまた昔からまた一緒に活動されてるミムで踊るさね、うん、何回か、ね、はい、ライブもやったりして、はい、千代さんは多分精神さんとの出会いはいくちの土地やゆりたけださん、これもどう、あ、なんていうかな、私ちょうど二十歳の頃バスガイドの頃ね、はい、多分さんはあの金原小学と串川だの金原小学校、はい、その時にあの、うん、6年の修学旅行、うん、その時にやんばる一周したんですよ、うん、泉あたり回って、朝なんかやんばる一周して、あの雪は説明がいっぱいあるけど、帰りはもうやけるけど、あんまり説明もないから、うん、はい、でのど自慢しようね、リアにワンが、うん、あののど自慢さなんか一トンかい風靡クイーンでちゃうと、うん、脱げるわからんけど、とにかくあのじゃあ最後はもうあ の, の, ど、ま、の, ど、のど自慢でもう学校まで帰ろうリアンかい、うん、はい、探ると一頭へタバ精神だったみたい。タバさんが後からもらえんから話しろろ。それで聞いて、風米ぬえとかやっちゃうとや、あの、いつも泉に行ったらよ、向こうでパインくれるんですよ。はい、うん、うん、また、あの、タンちゃんか一応、うん、あの、カツオをもらったりしてね。で、そういうことがあったもんですから、はい、さっき、タバさん一頭なとんりゃんけ、タバさんけパインあげたみたい、うん、それだから話後から聞いてだから小学校6年生からもう出張の風になったみたいで、そんな話聞いて、はい、今でもだからあの仲良くやってます、うん、うん、はい、弟みたいに可愛く、うん、あ、ジビラサイビンや、うん、真面目なんですよ、はい、タバさん、うん、とっても、はい、もう真面目、歌も真面目に綺麗にあのね歌を歌う、あの民謡分かったのはあのあれ伊賀貞子、はい、あの人たちが若い時に兄弟4名、はいはい、フォーシスターズさん、フォーシスターズの、うん、であの頃って娘たちも若かったので、うん、あっちが歌うと娘たちそれ秀子先生が創作してから、ね、うん、やってた、うん、足立みやらびかいろんな踊りやってたからよ、うん、で分かって、ハタチミアラビとヤッチインリの歌のページを取りにね、ヤッチはヘドジョーワとかね、ヤッチは誰が作ったの、あれはあの直彦先生、上原直彦さん、キャンシーに分からなかったこのヤッチみたいな歌は、あ、そうですか、うん、キャンさんもね、はい、ずっと、うん、あの、小浜秀英先生の方と一緒に習ってましたけどね、タバコスチジューさんのキャンさんね、タバコをよく吸われてるんですね、ジャニーで黄色くなっていったの、はい、うん、あ、はい、で外にあんまり出ない、運動もしない、うん、いつも曲作ったで三振もやって、うん、外にはうちにだけ
肉知ってるから、うん、もろにも肉ちゃん知ってるさね、うん、あそこっていう肺がんだいい歌作ってみんやんしんやしなやんや、うん、キャンシーが、うんはい、ゆっちゃんばちゃん三振もキャン先生から習ってたよ。キャンさんの妹さんはアキコさんって、うん、バスガイド一緒だったの、うん、一緒だったの、うん、はい。バタで進化の読みたいの人だけどさ、うん、バスガイドやった人、うん、今度海洋社に出るよ、うん、旦那と二人でデートで、うん、ブブリー ABC が今お話の途中ですが一度コマーシャルを挟んで、はいはい、エンディングの方に移らせていただきたいと思いますので、ユタサルグツウニゲーサビラ、はい、この番組は au ショップネーブルカデナ店チャタン三浜店株式会社メガネ2-1ハエバル店医療法人非正会デイサービスセンターもろみの里かかず委員笑いの絶えない人生をあなたにヘントナシカ委員チュラウミの未来とともに株式会社池原エンジニア桑江皮膚科委員有料老人ホーム宅郎所なごみの家有限会社丸内重機崎原土建株式会社学童教室太陽の子有限会社金城自動車整備工場の提供 FM ギノワン茶谷町文化協会シマクトゥバブ青年部沖縄ハンズオン NPO の協力しうつどき総意便。はいはい大丈夫ベイビーガス、はいはい、うん、はい、チュアの出会いをトピックし番組、うん、あのうつどき総意便氏がはい、またあの町屋側のお話の中うとって闇一んり昔の話ちゃびたしが闇一やちゃいはいたがや闇一や、はい、ドルゴコーって歌いてん、うんうん、中文字ドルゴコーちゃんによあの平和通りよもんじきのがドルコイルおばたごたんよや、はい、ドルをコイルってドルを買えるってことですか。買う人がいたわけよ。あ、ドルを買う人が、うん、はい、うちからおからんしがってドルこうしが歌るばって中文字ドルがこうこうちゃんによ、うんうん、アメリカの外人の奥さんとハーニーがなとるしんちゃくからさドルがよ、はい、こうちゃんに、うん、あの平和ドルと歌いてだんだんのわざさ、うんうん、とにかくあっちね好きやったん。あ、はおかしいね。いくつで見せたか30代です。あ、30代、うん、30代まだ、はい、安心ちゃいっぺんやね、働もうよ、とにかく商売好きだった、うんうんうん、はい、でも小学1年生2年生から商売をされたということで、ファームじゃ待ち合わせをたるばって、うん、私物を無理自分になってから学校上がるようになってから、うん、貸し言わせるばって、うん、品物を頼みさせ私ね、2年3年になってから見てあの会計封じはして、うん、阪神がもう私ちょっとさ阪神や仕入れ下がりね株が勝てし阪神や自由もさこと、うん、さ計算し、うん、ちょっとさ売り上げあったが阪神にともかく人は一応三民死んでいたし、うん、三民死ね、ちょあそこも大きいねさ阪神とかたさ、うん、こんなことやってたからよ、うん、あは商売しなかし人は持っているんで、うん、と小遣いができるんで、うん、はい、兄は、うん、こういう親の背中おばあちゃんたちの背中を見てるなびそるねネタがふやがたるばってとなんか、まあ、あちまって帽子くまそるばって歌よ。あ、パナマ帽パナマ帽あもるばって、うん、私感情見えないの歌ゆなびそるば言わきるしな、うんうん、死に夜食とかもるばって、うん、いたちゆなびそらやあのゆなびぬすがってぬえてしむさやがちくいしぬえてしむさになる、うん、いいんやじゃあそうみちゃんポルシカに選ばってますよ、うん、私ごめんよね一たばいせや、うん、死ねよ歌ばいするばって一たばを隠してごめんよね中日たばいなってて、うんうん、うぐせごめんかといね、うん、歌ばいるにちゃくちちたばいも起きないるばって人文に出るわけだ一たば分をまた儲けにするあっちねやいびんや
はい、それも売り上げだけが目的ではなくて、売り上げは単価にいらん、阪神会にいらんばって阪神があんだこわからぬ近いしがてルーの小遣いになったわけですね。阪神から近いしや売れ三味会にいらんばってどのもおけみけじゅさんで面白いですね。休めないねよ。海島とボロヒルってやんや。カラゴンジ、あらやん、乾燥しゅう、タトロチ、ぬくこうやぐちゅうたんよ。2、3ヶ月にくらいな。なんか夜行街、はい、またレボタンチクインじゃん、こうやぐちゅうっていくってよ。このぐらいにてもる足節がけんけんさんに最初、出て足ばんた。貝を取ってきて、夜行街を取ってきて、これをまた売るわけなんですね。作品を作って。ボロ大使。俺それで4年クラブ、少女クラブ、本買ったり。はい、よっちゃんばちゃん、ちよさん、ちゅん、一平二平デービル。何でも時間ね。もう時間ないみんなおさい。また来週、むんな恋愛ビークとまた。また来週。ならちきみそりおさい。それではまた来週お会いしましょう。また来週お会いしましょうね。またいちゃやびらやさい。来週いちゃやびらやさい。二平デービル。はい。ゆんたくひんたこよ、時間わからんなんで夕焼けるシェーティーゆんたくさんのうちよちむがなさー